はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はね、ウィコレのイベントも開設しようかなと思いまして、ちょっと珍しいことやってるんですけれども、まあ今ね、バイエルンとウィコレがコラボしてるということで、まあ特別イベントが来てるんですけれども、まあこのコラボイベントですね。まあコラボ。まあバイエルンとコラボだから、まあどうなんかなっていうね、まあ僕もとぼけたふりしてちょっとやってるんですけれども、 まあちょっとね、せっかくなんで、はい、こちらのね、ウィコレのイベントもね、ちょっと解説してみようかなと思います。まあ普段僕は J クラのイベントの解説とか結構やってるんですけれども、 そうですね。まあ、J クラーで言ったら、そうだな。えっと、まあ、すごく僕が評価しているビクロってビクトリーロードっていうイベントの一部と、あとこれもまたすごく僕が評価している、えー、パネルストライカーというパネストと言われるものがあるんですが、それの、まあ、両方の、まあ、特徴を取ったようなイベントになっております。まあ、要はパネルを、パネストみたいにパネルを揃えて、で、ビクトリーロードみたいに、えー 箱の中を取っていくという。まあ、これの合わさったようなイベントですね。まあ、特に、まあ、僕の動画、もしかしたらこれ、J クラミンの人も見ているかもしれないんですが、まあ、この2つが重なったイベントっていうのは、まあ、すごく期待ができるんじゃないかなというふうに思いまして、今日はね、ちょっと動画を撮っていきたいと思うんですが、まあ、果たしてこれがね、どういうイベントなのかっていうのを、今日ね、皆さんにね、お伝えできればと思いますので、えっと、ご視聴ね、お付き合いいただきますよ。よろしくお願いします。でよかったら、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速、 やっていきたいんですけれども、じゃまず、そうですね、まあ、ちょっと触りで言っちゃったんですけど、まあ、どういうイベントかというのを改めて言いますと、まあ、試合でね、その試合相手にパネルのその番号が振られてまして、で、それを元に、えっとパネルをね、1から7の分あるんですけれども、それを完成させながらチケットを手に入れていき、で、ボックスの相手も手に入れていくてね、そのチケットを使ってね、まあそういうイベントかなと思います。 で、中にはね、まあまあ美味しいアイテムとかも入ってるんで、まあそれをね、取り切るよという感じの、まあそれを目的としたイベントになっております。はい。じゃあその箱ですね、まあボックス、コラボボックスについてなんですけれども、チケット2枚で1回引けます。はい。これ大事ですね。で、各ボックス特賞と呼ばれるアイテムが1つずつ入っておりまして、で、それを引けば次のボックスに進めます。で、ボックス9以降は、えっと、そう、特賞じゃなくて、まあ特賞入ってるんですけれども、 周回用の、まあ、ステージとして用意されてまして、えー、きちんと150個あるんですけど、それを全部取らないと次のボックス10以降にはいけないという流れになってまして、でちなみに9以降は、えー、と特徴が、えー、と星3グロウかな。で、えー、あとグローリーが入ってた、あとはアイテム、ピースとか、まあ、そういうものが入ってます。はい で、ボックスの中身についてなんですけど、まあ、特徴が入ってると言いましたけど、特徴のね、えっと、一覧はね、左の通りですね。さっきの通りになっております。で、星5角がね、計3枚ありますね。2回目と4回目と8回目。うん。あとなんかユニフォームがあったりとか、まあ、グローリーがあったりとかね。あとレジェンドフラグメントとか、ま、あったりとか、そういうイベント、えー、アイテムが入ってます。 で、まあ、このイベントの重要ポイント、パネルについてなんですけども、パネルは、えっと、コンプによって、ま、ランクが変わっていきます。まあ、0から2が、えっと、普通の銅ですね。まあ、ノーマル。うん。で、えっと、3から9が、ま、銀ですね。パネルランクでいう普通の真ん中。で、10以上になれば金になります。で、消費 GP とかもね、それぞれ左の通り変わってきまして、 で、えっ、ー、と、チケットとかね、まあ、試合が終わった後のチケットとか、コンプした時のボーナスチケットの枚数とか、ポイントとか、で、あとプライズボックスの色が変わったりとかしますので、まあ、これはね、押さえておく必要があると思います。はい。はい。では、プライズボックスの中身についてなんですけれども、これはね、当然色によって変わってきます。今ちょっと絵で見てもらったらわかるんですが、えっと、金箱の方は、えっと、星5角が描かれてますね。 まあこれはね、一応ね、排出に載ってるんですけれども、まあ一応こういったものもね、出るリストに入ってますよということで、まあ押さえていただければと思います。で、これはね、えっと、どうやって手に入れるかと言いますと、えー、対戦相手を選ぶ場面で、えー、プライズボックスを持つ相手を倒せば入手可能ということで、まあそれぞれランクによって色、色分けがされているので、まあそのパネル、ね、パネルランクをなるべくね、上げた方がいいっていうのはここにあると思います。はい。 実際に僕がやった感想ですね。まあ、40万までやってきたんですけれども、まあ、これ実際、コンプ樹脂でやってきました。まあ、これちょっと後で説明するんですけれども <laughs> えっとまあ、ね、この後の話にちょっと通ずるものにありまして、まあ、コンプ樹脂でやってきました。はいまあ、23コンプでまあ大体40、まあ、そうかな。1コンプでまあ大体そうです、ね、10以上で1万5000円ぐらいだから、まあ、計算しても大体まあみんなこれぐらいになるんじゃないかなと思います。コンプ樹脂でやればね。 でまあ、じっくりまあ今日僕ねまだ1日経ってない状態でちょっとやってきましたけれどもまあじっくりやればまあある程度は取り切れるんじゃないかなっていう印象があるんですが、まあ、最悪取り切れなかったらまあちょっと回復割ったりとか PB 割ったりとかまあぜひねそこはちょっと調整が必要だと思いますでまあ、ボックス重視で僕やってないんですけどボックス重視でやるとしたらちょっと消費はまあこれ以上に増えてくるのでまあ、PB 割ったりとか回復薬割ったりというのはまあ当然 うんそこはちょっとかかってくるかなと思うので、まあ、そこはね、個人の判断になるかと思います。はい。で、ボックスもね、一応取り切ってきました。8まではね。で、9以降は、ま、これループなんで、ま、あいいとして、まあ、ちょっとね、まあ、運次第で、まあ、特徴が出ないと次に行けないってシステムがある以上、ま、あスピードがね、個人差結構あるので、まあ、一概にこれが取り切れるかっていうと、同じぐらいあればね、そこは何とも言えないとこなんですけれども、まあ、僕、 実はそんな、まあ、ちょっと深くなったところが2個か3個ありましたけど、まあ浅かったところもあるんで、まあちょうど、ちょうどまあ一緒ぐらいかな。まあ、ボックス中盤ぐらい。うん、半分ぐらい引き切って交換してるぐらいと思っていいと思います。で、箱自体は悪くないが、まあ周回するレベルではないかなと思います。正直その最後のね、まあ9以上っていうのがちょっと、正直まあ中身とか見てみて。 まあ、周回するような、まあ、他のイベントやった方がいいんじゃないかなっていう <laughs>。正直、そういった感想です。まあ、一応、その次のボックスに行くタイミングとかもあるんですが、まあ、ブースト保湿する欲しい人は保湿する取った方がいいし、グローリーはまあ、そこまで意識しなくていいんじゃないかなと思います。はい。で、えっと、プライ、ここからちょっと、このイベントに闇に触れていくんですけど、プライズボックスの中身を、まあ、本当は、僕100個ぐらい開けて、100個開ければまあね、大体確率論としてあある程度ね、 まあ、てまあ、大体のところはいけるんじゃないかなと思ったんですけど、わかりやすくね。もうやめちゃいました。<laughs> もう見たらわかると思います。もう見てください。左。わかりやすく一応まあね、統計取ってるんですけど、44回開けて30回ポイントなんですよね。で、このイベントランキングイベントじゃないですよ。まあ、つまりどういうことかというと、この、集会すればするほど無駄なんですよね。でも,もう、累計超えてからほぼもう意味ないですよ。 チケットちょっともらえるぐらいで。で、まあ、チケット6が7。で、まあ、普通、えー、VR が1。グルの、ね、えー、と、ナショナルグロー、これ星三角じゃないですからね。ナショナルグロー5。で、普通のグローリーが1。ということは、7回に、まあ、今の確率ですよ。まあ、これちょっとブレる可能性あるんで、もしこれがちょっと切り食わない人は、まあ、自身で周回して、ちょっと統計つけてほしいんですけど、6、7回に1回か。 7回に1回ぐらいしか、グローリーの普通に星3角じゃないやつしか出ない。まあ、周回する価値ないでしょうね。<laughs> まあ実はこれ僕今、とぼけてやってましたけど、僕知ってました。はい。まあちょっと変わったかなと思ってやったんですけど、まあ前回もこんな感じでした。ちなみに。前回、去年は <laughs>、ユベントスやったんですけど、もうなんだ変わってないです。はい。もう相変わらずでしたね。はい。じゃまとめですね。このイベントのまとめ。 まあ、とりあえずボックスの星5件は、まあ、取り切りだよねっていうところですよね。うん。であとは、ま、見てもらったらわかるんですけど、周回はおすすめできないということで、で、コラボって歌う割にはちょっと、毎回イベントがちょっと正直しょぼい。もうこれちょっと言い方悪いですけど、ほんとしょぼいです。はい。これちょっと考えた方がいいと思います。で、まあ、これでも僕結構、まあ、動画作ってる段階で、結構言葉選んでるつもりなんですけれども、ちょっとさすがにひどすぎて、 ちょっと最後はちょっと文句みたいになっちゃいましたけど、まあ果たしてこれでユーザーが正直満足するのかっていうところをもうちょっと僕は正直考えてほしい。うーん、考えてほしいです。ガチャだけやればいいのかっていうところをちょっと僕は問いたいですね、正直ね。まあイベント楽しみにやってる人もいるかもしれないし、まあそういう人たちのね、気持ちっていうのは、こういう <laughs>。 こういうイベントが続くことによってどんどん離れていくと思います。まあそれは僕もしっかりです、正直な話。僕もしっかりなんですけど、まあこうやってイベントを結構楽しみにしている全員にとっては本当残念なイベントかなと思います。もうちょっと、その、せめてこの中身ならチケット落ちやすくするとか、うん、そうだな、まあそれかプライズボックスの中身のドロップどうにかするとか、まあ多分な話ですけど、あの一応なんか星5角とか、 あの書いてますけど、落ちるパーセンターってどれぐらいあるんだろうって思ったときに、本当に多分セレクト引くぐらいの確率だと思うんですよね。まあそれ以下かもしれん、もしかしたら。多分限界が僕、前も結構やったんですけど、まあ、星4以上書く、まあパーケンがあるやとパーケンが限界かな。まあ、星4以上書くぐらい限界でしょうね。うん。だからあんま期待して周回しない方がいいと思います。もっと、う、ま、い、あ、これもね、全部が全部悪いイベントじゃないので、まあいいイベントするためにイベント勢の人は、まあ、 しっかり PB 貯金する方がいいんじゃないかなと思いました。ということで、今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。